皆さんこんにちは、メルディアグループです。本日は私たちメルディアグループ三栄建築設計がオフィシャルクラブパートナーとして組ませていただいている湘南ベルマーレさんとのコラボ企画です。そしてなんとゲストは超豪華、今大活躍の谷晃生選手です。事前に皆様から寄せられた質問50個に答えていただくというなんとも贅沢な企画です。最後には重大なお知らせもあるんだとか。それでは谷選手、よろしくお願いします。メルディアチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、谷晃生です。湘南ベルマーレのメインスポンサーでもありますメルディアさんのチャンネルにゲストとして出演させていただいています。今日は皆様から事前にツイッターでいただいた質問の中から50個、質問に答えさせていただきます。本当はきちんと撮影したかったのですが、感染防止のためこんな感じで一人で撮影しています。皆さんからの質問にしっかり答えていきたいと思うので、最後まで見てください。それではスタート。趣味という趣味はあんまないんですけど、唯一のこうリラックスできる時間で言えばコーヒー飲みながらちょっと甘いもの食べながら YouTube とか Netflix 見るのが一番リラックスできる時間かなと思います。試合前のルーティーンは、まあなんかルーティーンっていうルーティーンもあんまないかなと思うんですけど、まあポスト触ったりとか右足から入ったりとか、そのぐらいですね。ミーティングです。ウェディングヘディング。まあなんかそれすごい言われるんですけど、実は結構緊張しいで、でもそれをあんま出してないだけで、まあ、結構緊張することが多いですね。はい、一番は、まあでも最近やっぱオリンピックとかはすごい緊張しました、ね。ワンオクロックのザ・ビギニングっていう曲です。ないです。まあ、基本でも拓也君と石原弘和選手と一緒にいることが多いです。人生の中でのベストセーブ、難しいな。オリンピックでのセーブって言ったらみんな喜ぶんですかね。ガンバ時代の森下仁さんです。今シーズン、ホームで川崎とやった時のリアンドロ・ダミナー選手。いやでもまあ毎回なんか移動中に飲み物だったりとか買ってもらうんですけど、広島の時にもみじまんじゅう買ってもらったかな。フォワードかちょっと分かんないですけど、名古屋のマテウス選手はすごい嫌ですね。おらんけどな、バラ君とか、バラダ選手とか、優しそう。まあやっぱ自分のミスでチームが負けてしまうこともあるんで、そういうのはすごい、まあしんどいというか、悔しい気持ちはすごいですね。はい、まあ、いろんなことで落ち込むことはまああると思うんですけど、まあ、僕の場合だったらサッカーが多いと思うんですけど、まあ、それを一回忘れるというか、まあ、例えば、まあ、ゲームに打ち込むだったり、まあ、違うなんかドラマとか YouTube 見るだったり、なんかそのことを一回忘れることが自分の中では大事かなと思ってます。目標としてる選手ちょっと難しい。ドイツ。チームはちょっとあんまないですね。でもドイツでやってみたいです。
まあ怪我した時かなと思いますね。まあなんか反骨心というか、もう一回強くなってもっと上に行きたいなっていう、そういう反骨心だったりっていうのが、まあ、励みというかなりましたね。いやでも基本なんか携帯で調べたら何でも作れると思いますよ。でも自粛期間中、緊急事態宣言出た時とかは障害機能もそうですし、まあ、いろいろやってましたね。豆腐ハンバーグとかアヒージョとか作ったりしてました。ドイツに行きたいです。僕が小学5年生の時に、それこそ鈴木徹一選手とか瀬古歩夢選手と大阪のトレセンで初めてやった時に、もう僕それまでほんとちっちゃいところでやってたんで、こんなすごい奴らおるか思わされました。まあ周りの方々のサポートだったり、あとは自分がこのままじゃあかんなと思ったことが、頑張れたことかなと思います。楽しむことです。嬉しいも、これ難しいな、何やろ、入浴剤とかは結構嬉しい。冬の日は家でゴロゴロしてます。もちろん試合前から映像を見たりしますし、試合中もその選手の特徴だったり仕草だったりをよく観察するようにはしてます。で今も最初からネットフリックスでワンピースを最初から見てて、ルフィかっこいいなと思いながら見てます。ソファー、試合当日にお餅食べるから、よく。お土産買ってくれる、ご飯を持ってくれる、ニュープも怒らない。どんな人もんなんですか。やばくないですか。思ってます。いちご、マニュー、何したかな、両親に財布買った。難しいな。でもなんかアルバイトしてみたいですね。コンビニとかで普通に働いてみたいです。大変そう、なんか一日でやりたくなくなりそう。唐揚げ、いいんですか。ありがとうございます。茅ヶ崎でお願いします。なんかちょっと庭じゃないけどボール受けれるところがあったらいいなと思います。よく食べてよく笑う人です。あんまないっすね、まあ、なくはないけど、あんまないっすね。どんな人、まあ自分のわがままを聞いてくれる人。まあでもそんな、僕も3年生、小学3年生とかだったらそんなまともな練習はしてなかったと思うので、でも本当まず基礎をいっぱいやった方がいいと思います、ね、キャッチとか、あとはもういろんなキーパーも見て、この人はどんなポジションに立ってるのかなとか、どういう構え方してるのかなとか見るといいかなと思います。リフティング下手なんでちょっとわかんないですね。リフティング下手プロにはなります。小学校の頃はどんな練習、もうただボールをかけてボール蹴って楽しくやってましたね。
もうとにかくボール蹴ることだと思います。まあ誰よりもやっぱ練習することだと思います。夢は、まあ、ワールドカップに出て、まあ、優勝することです。楽しんで、まあ、湘南ベルマーレの試合見に来てください。はい、もうシーズンも残り少なくなってきて、まあ、ホームでやれるゲームも、もう本当数えれるほどだと思うんで、まあ、できるだけ僕たちも、この状況を何度かこうよりいい方向に向けて、よりいい結果を残せるように、最後みんなでしっかり笑って終われるように最大限の努力をしていきたいと思います。ファンサポーターの皆様も、まあ、声出して応援することができなかったりもどかしい気持ちはあると思うんですけど、いつも試合でこう、まあ、拍手で、自分たちの背中を押してもらってるっていうのは本当にありがたいことですし、本当最近よく完売になるんで、そこは本当に感謝してます。勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。まあ、ちょっと難しい質問があったんでちょっと迷いましたけど、まあでも普段こういうことやらないんで、なんか自分のことをこう、まあ、知れるじゃないですけど、まだちょっと新鮮な気持ちにはなりました。多分まだまだありましたね。答えれる数が少なかったので、そこはちょっと申し訳ないですけど、質問をいただいて本当にありがとうございます。最後に重大発表があります。この動画を見てくださった方の中から1名様に僕のサイン入りユニフォームがプレゼントされます。概要欄のリンクからご応募ください。お待ちしてます。最後まで見ていただきありがとうございます。この動画がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またぜひスタジアムでお会いしましょう。ありがとうございました。